あの主題歌挿入歌を実は担当していただいたのがずっと真夜中でいいのにさんなわけですけども、今回ボイスコメントをいただいていますということなので、今日はご来場の皆様にも同時に聞いていただきたいと思います。ではどうぞ。劇場にお越しの皆さん、こんにちは。主題歌挿入歌を担当いたしました、ずっと真夜中でいいのにです。改めてご依頼いただき本当にありがとうございます。主題歌の制作途中段階で石田監督に共有させていただいたところ、楽曲から子どもたちに対する理解の深みや彼らの成長を感じられると言っていただけて、子どもたちの漂流団地の経験だけで終わらない先の人生を感じられる曲にしたいとより考えるように制作いたしました。できました、感謝です。私も昔から団地の佇まいにすごい惹かれてまして、初めて監督とお会いした際に団地好き話ができてすごい楽しかったです。映像コンテから漂流している団地のアニメーションも本当に素敵で見とれていました。好きなシーンはたくさんあるんですが、夏目との会話でコウスケが恥ずかしそうに強がっている表情が最近はお気に入りです。二人の不器用でまっすぐがゆえの関係性に個人的な懐かしさもあり、すごい愛おしい時間でした。いくつになっても些細な気持ちの気づきを大切にしたいと感じさせてもらえる作品に携わることができて本当に光栄です。映画雨を告げる漂流団地を見に来てくれた皆さん、楽しんでいただけたら幸いです。何卒です。ありがとうございました。ずっと真夜中でいいのにでした。ありがとうございます。はい、監督いかがでしたか。もったいなきょうこと。もったいない。ありがとうございます。実は昨日も関係者での中で試写があった時に、はい、実際にお会いして話しちゃったりもしたんですけど。いいんですよ、監督とアーティストですから。それで今自分だけ、はい、抜け駆けしたみたいな言い方になってますけど、全然クリエイターとしては正しい姿です。いやでも結構なんかそれに近い感覚でして、なんか自分だけいいのかなみたいなですけど、なんかそれに加えてなんかそういう感じでそういう風に感じながらそういう風に考えながら作っていただいたんだなっていうのが今余計に言葉で、実際のこの今の言葉でより感じることができて、なんか嬉しいです。本当にこの作品を作っていて、なんかこう作品内容が内容だからっていうのもあるんですけど、この漂流状況にこのなんかこう道連れにしている感覚がすごくあって、申し訳各所にそれぞれの申し訳なさがあるんですけど、ずっと真夜さんにも本当に入り込んでいただいてすいません、でもありがとうございますって思いました。